まずはボールを地面に落としてもいいので、ボーンとボール落とした後、楽にボール下からさっと支えてください。ボール下から、うん、楽にね、楽に持たせてるまま、この手首がね、シワができるようにグッとこう上げてくる。そう、まっすぐだよ。そしたらこのボールをくるっとこう回してくる。これが一番楽なワンハンドのボールの持ち方。みんな機械じゃないでしょ、ロボットじゃないから、いつも同じ力でシュートは打てない。そうするとちょっと早く打っちゃったり、ちょっと強く打っちゃったり、このアンダーザボール、これができると強くても弱くても横には曲がらないよね、まっすぐにしかいかない。これがとても大事だから、このアンダーザボール、これをまずしっかり意識してください。